同じ馬乗ってるんですかね、競技出るときは。今僕は、3頭の馬でトレーニングしてまして、うん、馬がアスリートなので、うん、やっぱり素質の持った馬をまず見つけて、そこから少しずつ一緒にトレーニングしていくっていうことがすごく大事です。まあ、それに続いての優勝っていうのも大変なことですよね。そういう快挙ですよね。ありがとうございます。まあ、そういう方が岐阜から出られたっていうのも取られとしては嬉しいですよね、はい。その世界選手権こなしてまた次パリもどんどん挑戦していただいてもいいんですかね。はい、はい、自分自身が期待していた以上の結果を取ることができたので、すごく後悔が残っているという気持ちはないですね。ひとまず私は世界選手権を目指して頑張るというのが、来シーズンの目標ですね。本当は相葉も一緒に